はい、こんにちは。ソルウィンでシャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババーン。あならならかたんでしばらけたシャドーバース。ということでいつものやつです。13週目のラストになりますね。さてさて、いやなんだかんだでね、よかったな。てかひどいちょっとね、てかぶっちゃけ言うと勝ちを拾えるシーンはいっぱいある。もうちょっとやっぱりちゃんと考えようね。まあ言うてだよね、今のはただの前出しだったんやけど、まあそういうとこはね、強気でいくか、もしくは一貫性を、いやーでも臨機応変って言葉も重要なんだよね。難しいね、まるで人生のようだ。カードゲームは人生である。うん、そういう言葉が浮かびました。とりあえずこれが四天使、エールは四天使的なデッキで、新しく書いてるのがソウルコレクターちゃん。一応ね、どうなんだろうね、これはこれでこのままでいいかなと思うんですけど、ちょっと調整だけというか、確認だけしていこうかな。ビショップのカードって俺そういうの見直してないんだっけな。ちょっと見てみようかな。まあ基本的にやることは変わらなくて、でも俺見たような気がするな。ピノちゃんは、これね、バーンカードなんだよね、どっちかっていうとね。愛の福音ね、そうだね、そういうカードもありました。これってさ、もうなんか大変なことになっちゃっていいや。守り手ね、この子がエンドにカウントダウン進めるカードね、まあなくていいかなっていうか、スペックがやばい。あんまりちょっとやっぱり活かせないかな。でこれが強いんだけどね、使えない。はい。エーラ的にすごく相性いいカードだよね。実際にとか。あとこの子か。でもね、これホワイトタイガーじゃなくてなんだっけ。ホーリーフレームタイガーね。ホワイトタイガーっているけど、現実にいるわ。これはなんかようわからんなっていうか、イラストがようわからんってことね。女の子ではないな、少なくとも。いや、いらない。クレリックランサーか。そういえばいたね、こんなカードもね。まあ、なんかレリア型とか作る気があるならばって感じだけど、まあ、レリア型は、正味ちょっとね、まあ、今回なんか入ったんかな。これ女の子じゃない？微妙だな。いや、でこれ前からいるカードじゃない？これ思ったけど。あんま強くないカードだよね。スペックだけのカード。ムーンアルミラージュちゃんか。そうだね、ヘニシャー的には強いがしかしって感じかな。で祈りの主役か。これは女の子なのか怪しいとこだね。まあ言うて実際ちょっとね、あこれ前のカードか。これは女の子じゃないな。今回入ったのがサリスタちゃんはちょっとだからよくあれで、こっちか。これが2以下のやつをバーッと出すやつだけど、今は現状パッとしない。でジャンヌダルクいいか。だからまあ遅延としてソウルコレクターを何枚採用するかってところかな。俺ぶっちゃけソウルコレクターめっちゃ好きなんだよね、このカード。やらしい。面白い、マジで面白い。そういうことってそうだな。第1フードで1枚減らしちゃう。いや、ここはもうレデンションも1枚減らすか。こんなもん行こう。これでいくぜ。やらしい。問題は、あれを引けるかだよね。四天使をどんぐらいのターンで置けるかが重要。まあ、四天使のメタがね、まあ、秘術ウィッチとか、あとはなんだろう、オーディンが入ってるでってあんまりないな。たまにドラゴンとか、まあ、ビショップに入ってることはあるかもしれないけどって感じね。ジャガーノート、小さき者、我が前に立つ意味を知れ。我は破滅の神、創造のための破滅をまくものだ。まあジャガーノートもワンチャンなんだよね。サイズだけはでかい。まあ分からんぞ。ドロシーちゃん、光があなたを導くでしょう。ドロシーちゃんさえ光れなければ手加減なし。本気でいくわ。お、いいねいくよ。ラビットちゃんはね、序盤いらないでしょ。このデッキは特殊やからね。まあ、四天使キープして、四天使で勝つぐらいの感じでいこう。まあ、要は生き残れるかどうかやけど、まあ、数並べられてもテミスあるし、結構相性いいんじゃないのこれ。よろしくお願いします。まあ、ドロシー型だったとしたらね。一番秘術が嫌だ、むしろ。秘術じゃなければいい。いいですね。まあ、ちょっと願いは引けなかったけど。来週は品がない魔法使いじゃよ。そうですか、そうですか。そりゃよかったね。あとウリエル入れるかちょっと考えたんだけどね。ウリエルもありなんかな。エーラ持ってこれる。で超越、みんなドロシー型に超越多分入ってないんだけど、超越が入ってる可能性も一応あるから。超越があるとちょっとめんどくさいかなって感じだよね。ああ、悪くない悪くない。まあ殴り切るのもワンチャンやけど、まあ生き残ることを考えてりゃいいかな。どっちかっていうと自転車あるし、次のターンなくしの弱えな。はい、全然いい。相手からむしろそうしてくれるのは全然いいわ。いや、クソ弱いっすね。びっくりするぐらい弱いね。うん、特に何も引けませんでしたね。まあゆっくり行きましょうや。ゆっくりまったり行きましょう。俺はその間に反動を濃くしていく。これがあなたの運。ナイス。周りが殴れない。てか視点士じゃね、視点士ね、超越かこれ。円卓の騎士に我が託戦を。殴れないからスペルブーストは出てないんだぜ。どやーエイラ引けるかな。あ、それコレクターか。いいねいいね。さてどうします。ここ正直あんま強くはない。全くまだ強くはない。あー、弱すぎるね。むしろ笑っちゃうね。まあ潰しとくよね、あそこ。これで決めます。すべては定め。あー、これワンチャンだけどさ、まあ、回復させる意味ないんだけどね。あー、出しとくか、出しとく。心の目を開くのです。出しとく。まあそれやったらむしろあれでいい。ああ、でも一方取れねえ。相打ちか。相打ちはダメだ。さあ私を楽しませてくれなんてね。偉そう。でもこれさ、俺ドロシー型じゃなくてさ、超越な気がするんだよね、すごく。てかもう超越じゃねこれ。超越やとやべえ。あんまり良くない。あー、これやったらワンチャン3点回復しといてあげたらよかったかもしれんね。ああ、生き残った。進化できるよ。6で取れるアクションが全くないんだけど笑うわ。なんだこれって感じだね。ここからです。回復するか。精霊よ、癒しをもたらしたまえ。精霊よ、私の力を。びっくりするから弱いね。大事故。いやこれでもね、ワンチャンあるからね。次ソウルコレクターからの次視点手芸していくよ。いやでもさ、これさ、超越だよ。絶対これ超越だわ。いるんだよ、まだやっぱ超越いるわ。ドロシーの方が良かった、正直。やりやすかったな、ドロシーの方が。超越は決められたら死ぬからな。まあドロシーも決まったら死ぬんだけど、一応テミスで、まあテミス1枚しか握れてないからちょっと不安感はあるけど、一応ソウルコレクターもあるし、そこそこね、やれることはあったんやけどね。あんまりスペル打たないでって言いたい。考えてるね。魂までは滅びません。魂までは。いやー、エイラも何も引けねえし、盤面が弱い。ああ、マジか、事故ってるね。ああ、スレッジちゃん、大変なことに。2つだけならいいでしょ。こんにちは。さあ、あとはもう、次、視点車置いてから、ソウルコレクターでやっていくだけ。死んでもいいと。これならきっとあの方も。ただ編成が入ってる可能性があるんだよな、超越だと。そこをどうしていくかなんだよね。編成が入ってたらもう エイラで切り替えていくしかないんだけど、エイラ引けてねえからね、非常にまずい。負けフラグビンビンになるよ。やめてね、編成だけは。ああ、わしは気がない魔法使いじゃよ。まあ覚悟はいいかしら。11点。若い頃を思い出すわい。もう一枚あったら俺は負けちゃうね負けちゃうね。あんじゃん、素晴らしいですね。なんてことはなかった。ってか弱すぎた。お互いに弱すぎた。なんだこの試合。なんだこの試合。素晴らしい腕前です。しょうもな。いやこれやったら本当だから、なんだろうね、この俺のマッチングの悪さ。まだドロシーの方が良かったもん。もう全部腐ったもんね、いろいろと。まあこういう時もあるか。ワロス。はい、バイバイでした。